日田浜五郎、日田浜五郎、オランダにて、管理丸の乗船者たち千八百六十年、サンフランシスコにて、右側から、福沢諭吉、岡大村、日田浜五郎、小永五十八郎、浜口京江門、根津金次郎。日田浜五郎明治二十二年四月二十八日は、辻樹日田市の末裔で幕末期の幕臣、技術者、明治期の官僚、長崎海軍伝習所、第二期生。 意名はためりょう、にらやま大官、江川英竜の手代見習いとして、伊藤原木に蘭学を学び、長崎海軍練習所で、機関学を治めた。1859年に、軍艦総連所教授法出役となる。1860年、関林丸上機方に選ばれ、山本金次郎、岡大倉、小杉正幸信を率い、太平洋王冠を成功に導いた。病気の修に代わり、 日田と、小野友五郎、浜口京右衛門が、総戦の指揮をしていたという。帰国後、1861年、軍艦総連署、頭取手伝出役を経て、軍艦頭取出役となる。1862年、幕府軍艦としては最初となる、蒸気軍艦千代田型の蒸気機関を設計。1863年、小銃人格軍艦頭取、海路上落する。 徳川家持の御座船昇格丸艦長を務めた。1864年、両万角軍艦頭取となる。1865年、横須賀造船所の工作機械を購入のため、オランダに派遣された。きと、レオン・スベルニーと会見している。1866年軍艦役。1868年、軍艦頭に昇進。富士山丸艦長を務めた。維新後、 静岡半海軍学校頭となるが、1869年8月15日民部省出資となり、囲碁新政府に仕える、後部省進む、ついで造船頭県政策頭となり、岩倉施設団理事官として、欧米各国を歴訪した。基調後は、後部大、進む、海軍大、進む県主船頭と進み1875年4月4日、海軍省省となる。 主戦頭党、横須賀造船所長、主戦局長を経て1883年12月27日期間、総刊、1887年7月12日海軍機器、総刊、区内省五両局長官などを歴任、日本海軍機関可視官第1号である、明治22年4月27日、藤枝駅で走り始めた列車に飛び乗ろうとして、転落。 負傷したため同地において療養するも、翌28日午後一時即居した、去年60、当時の列車に便所がなかったため、駅で用を足した後、無理に戻ろうとしたためとされる。同年中に、列車内への便所の設置が始まっていたが、この事故も後押しした、理解受賞、ありがとうございます。